野戦場のナポレオン一世、1808年、クリスティーヌ・ボアイエゾウ、1800年頃、アントワーヌ・ジャングロは、フランスの画家。グロの父は、ミニアチュール画家で、息子が6歳になると絵を教え始めた。グロは、当初から優れた才能を示した。1785年の終わりになって、グロは、自身で選んで、ジャック・ルイ・ダビッドの画房へ入り熱心に通った。 それと、並行して、コレージュ・マザランの授業を受けた。フランス革命により、環境が激変したことに当悪していた父親が死に、1791年に、グロは、自分の収入で生きていかなければならなくなった。彼は、今や、自分の職にすっかりのめり込み、1792年には、展覧会に出品し、グランプリを狙った。しかしこの頃には、 エコールでボザールの推薦で、グロは国民公会の肖像画制作の場に雇われた。革命の進行によりそれも破れ、グロは1793年にイタリアへ向けて立った。グロはジェノバで、多大な量のミニアチュールを創作して生活した。グロはフィレンツェを訪れ、そこでジョゼフィーヌ・ド・ボアルネの地球を得て、ジェノバへ戻った。ジョゼフィーヌに連れられて、 ミラノへ向かい、そこで、ジョゼフィーヌの夫であるナポレオン・ボナパルトに艦隊された。1796年11月15日、グロはナポレオンが、教場に、フランスの旗を挙げたアルコレ近郊に、フランス軍と共にいた。グロはこの出来事に飛びつき、カカは、自身の天職であると思い定める作品、アルコレ橋のボナパルトを仕上げたのである。 ナポレオンはすぐにグロにアンスペクトルオレビューズの地位を与え、グロを軍に同行させることにした。1797年には、ルーブル美術館に収蔵する、戦利品を吟味する、委員会にグロを任命した。ヤッファのペスト患者たちを見舞うナポレオン、ルーブル美術館像、1804年1799年、包囲されたジェノバから逃れて、グロはパリへ戻った。 1801年初頭、グロはカプチン街に自分の部屋を持った。グロのナザレの戦いのスケッチ画に対して1802年に失勢政,政府から賞金提供の申し出がなされたが実行に移されなかった。ナザレの騎兵戦で先行を立てたジャン・アンジュノー・ナポレオンが嫉妬したためと言われる。しかし自身が ヤッファのペスト患者の収容施設を見舞った際を描くよう命じてグロを保護した。グロは、そのヤッファのペスト患者たちを見舞うナポレオン、レ・ペスティフェラズでヤッファに続き、アブキールの戦い、アイラウの戦いを描き上げた。これらの3つの主題がグロに名声をもたらしたのである。1804年のサロンでグロはヤッファのペスト患者たちを見舞うナポレオンでデビューした。 この作品によって、グロは成功した画家として、スタートを切ったのである。この絵は、ヤッファで、部下たちを見舞った時のナポレオンを描いたものである。ナポレオンは、エジプト征服の試みが打ち砕かれた後に、周辺国を荒らしたが、部下の兵士らが、ペストに罹患したのである。世標は、なぜグロが訪問したのかということに関して二分された。 ヤッファで敗下の兵士らを死なせて去るべきか見定めるためだったのか、それとも兵士らを激励するためだったのかということに関してである。絵はグロにとって重要なものだった。なぜならグロはナポレオンを主として肯定的に描いたからである。異国風の背景と最近起きた事件とを絵に描いたことでもグロをして同時代の画家から抜きんでたものとしたのである。 フランスの国民生活と軍事的要素が密接に結びついたままであったことがグロに新鮮で活力に満ちたインスピレーションをもたらした。そのインスピレーションによってグロは自身が描いた諸事件の核心部分に到達し得たのである。しかし一般庶民からかけ離れた軍隊と将軍から個人的な野心を満たすためだけにエピソードを 再現することを求められたグロは自分の天性をさらに豊かにする必要性を探求するのをやめてしまった。そしてグロの芸術的地位の欠陥は明らかとなっていった。生まれながら持つ手腕、彩色の生き生きとした効果をもたらす魅力、古典主義の流れに反するとみなされた色合いを持ちながら古典主義派で修行はその決まりごとに束縛された。 1810年に発表されたグロの絵画、マドリードとピラミッドを前にするナポレオンは幸運の星がグロを見放したことを伺わせた。グロの描いたフランソア一世と神聖ローマ皇帝カール五世は相当な成功を収めたが、晩年にグロの初期の勢いと活力を見せた作品といえばサントジュヌビエーブ教会ドームの装飾だけであった。 ルイ18世の出発、アングレーム公爵夫人の乗船、ルーブル美術館のエジプトの間にある飾り天井、そして最後にグロのヘラクレスとディオメデスが1835年に出展された。グロの恩師であるダビッドがかつて言ったように、この絵はグロの努力だけを証明するものではあっても、ロマン主義大統の中にあって、 古典主義派に属するグロの昔勝ち得た輝かしい名声が傷つくだけに終わった。批判されたことへの苛立ち、そして失敗したという自覚から、彼は人生のさらに濃い喜びの中へ身を隠す場所を見出した。1835年6月25日、グロはセーブル近郊のセーヌ川に身を投げ、すでに溺死しているのを発見された。 グロの帽子の中にあった一枚の紙には、こう書かれていた。ラスデラビ、イトラパールレデルニエール・ファクルツ・クイラリュイレンジオン、サポータブル、イル・アベ・レゾリュー・デ・エス・エヌ・ディフェア。グロは勲章を授けられ、1808年のサロンで、アイラウの戦いを発表後、ナポレオンによって、男爵位を授けられた。フランス復興生になっても、グロは、エコール・デ・ボザールの教師となり、 教会の一員であり、サンミシェル騎士団の騎士であった。グロの教え子の数は多く、かつて革命に同調した、過去のため1815年に、ダビットがフランスを追われるとき、グロに自分の教室の画学生を託したために、その数は、さらに膨れ上がった。グロの教え子で知られている者としては、次の者がいる。ABC ブリタニカ百科辞典第11班中。 ペトラテン、ダズスケット、ナインティーンズ、センチュリーヨーロピアンアート、プレンティスホール、P126P127ISBN、0から13から18万8643から6、クリストファー・プレンダ・ラガスト。ナポレオンヒストリー・ペインティング、アントワーヌ、ジーン・グロ、エスラ・バタイユ・ディ・イラオ。ありがとうございます。